原発の問題をですね、これは大きな問題なので、合意できる点というのがあるのかということを、ずっとやってるわけですが、その中で一つですね、これは多分合意をしようっていうんではなくて、言えば間違いを言って混乱させているっていうのもあるんですね。その一つが原発をやめたら貿易赤字っていう話ですね。原発が止まるとですね、政府とか専門家が言うには燃料を買わなきゃいけないと、ウランはそのままにして燃料を買わなきゃいけないので年間3兆6000億円の貿易赤字を生むと、繰り返したわけですね。ですから素直に NHK とか政府とか、専門家ですね、やっぱり尊敬する人たちをきちっとそのまま尊敬するという日本人はですね、これを信じているわけですね。だからなかなか罪作りなんですが、これはあまりに奇妙なので、ある時に経済の専門家に直接聞いてみました。その経済の専門家は本当に学問的にも実務的にもしっかりとした方なので、間違いないと思いまして聞きました。そしたら玄関にですね、もちろんそんなことありませんよと、こう言われましたね。それはそうなので、トヨタ自動車が400万円の車を10万台受注しましたと。これは大変なことになった。年間1000億円の貿易赤字になると言ったらですね、誰でも奇妙に思いますよね。車を受注したのに赤字になるっていうわけですからね。それと全く同じ馬鹿げたトリックなわけです。っていうのはトヨタは10万台の車を作るのに、まず自動車を作る原料として海外から鉄板を買いますね。鉄鉱石を買ってそれを鉄鋼会社が鉄板にしても同じことなんですが、鉄とかプラスチックの資源を買いますね。日本の場合は自動車を作る資源ほとんどありませんから、ほとんど全部を海外からまず買います。ちょうど原子力発電所をやめたら燃料を買わなきゃいけないってのと同じですね。それが1000億円としましょうか。それを工場に運んで、トヨタ自動車の工場で2000億円で、自動車を作ると。それはいろんな補助材料、それこそ電気を使ったり、それから人が働きますからね。機械も買わなきゃいけませんから。そして10万台の車を晴れて作って、それを3500億円で海外に売りますと、3000億円、原料が1000億円で、加工賃地が製造費が2000億円で、それを利益を500億円乗せて海外に売ると。こうしますね。そうしますと、最初に原料を1000億円分のドルを使って輸入しますから、その時点では1000億円の貿易赤字になります。これを電力、原子力やめるとっていう話なんですね。だけどもその後自動車製造過程で2000億円の雇用を生みますね。もちろんこれ税金なんか全部入っておりますが、さらに最終的に500億円の利益を得て、1500億円の外貨、ドルならドルが手に入るということで、日本としてはトヨタ自動車が受注すると2500億円、10万台受注すると2500億円の外貨が稼げると。これがトヨタ自動車が外貨を稼いでいる元々の原因ですからね。日本は貿易立国ですから、基本的にはどの産業も一緒です。比率が違っても。もし電力会社が3兆6000億円の燃料を購入して、それをドブに捨てたとしたら、それは3兆6000億円の赤字になりますね。何にも電気を起こさずにですよ。そんなことできませんが、燃料を買って燃料をそのまま排水口に流してしまえば、それは赤字になりますが、それで電気を作りますね。その電気でトヨタ自動車などが自動車を作ったり、我々が生活したりします。で、電力会社は例えばその3兆6000億円で買った燃料でできた電気を4兆円で売ったとしますね。設備費とかいろいろ言いますから、ちゃんとした計算は必要なんですが、原理的に。そうすると差し引き4000億円の利益になるわけです。もちろん電気はいろいろな分野で使われますから、総合的には日本の貿易収支となって、黒字になるわけですね。つまり、海外から燃料を買ってその電気を作り、それを販売するっていうわけですから、その間に運用資金はいるわけです。これはもう普通銀行が出すか自分の金で買うかっていうことで、これは原子力発電でも何でもそうで、まさかこれだけ商売する人が多い中で、こんなことを知らない人はいないと思うんですね。で、これは私が聞いた経済学者が、直ちに、そりゃそんなことありませんよと言ったのと同じように、メディアも専門家もみんな知ってるんですよ。このこと。嘘だということ。ところが、現在では2つ理由がありますね。1つはみんなの空気になっちゃったっていうことと、それから政府がお上が言ってるってこと、2つがあって、それ逆らえないんですね。
しかし日本がお上に逆らえないで、というのは変な話なんですけど、まあそれは事実なんですね。ですから個人的に聞くと即座にそんなことありませんよというのに、これだけ多いテレビの解説者が一人も言わないわけですね。じーっと口をつぶんでるわけです。まあ、1年1ミリシーベルトっていうのもそうで、まあ、最近台湾が日本の食料品とか輸入品を買わないということになって、急いで慌ててなんでなんでってことになると。いやだってみんな知ってるじゃないですかと、まあ、いうことになる。まあ、日本がですね、本当に奇妙な話なんですね。で、放射線防護服、放射線を防護できない服を今放射線防護服と呼んでるんですけど、僕はテレビで、あの放射線防護服ってやつは放射線防護できませんよって言ったら、ってみんなが言ってるんですよ。だってあんなペラペラなプラスチックのものが放射線防護できるはずないじゃないですかと。まあ、それはそうですねと。じゃあなんで放射線防護服って言うんですか。いや、NHK が言ってるからって、まあ、NHK を出しますとね、そういうことになるわけですね。つまり、この問題はですね、私ここで取り上げたのは、その合意に至らないようなことをわざとやってるんじゃないかと思うんですね。つまり合意に至るためには嘘をついたらもう合意にならないわけですよ。まずその嘘を潰していかなきゃいけませんから、まあ、いわゆる素人騙しとか、まあ、データを調べればすぐわかるといったトリックをまあ出す。しかしこれはですね、実はこれは今合意を目指しているので、原発反対派の方の欠点も出さないとですね、合意が取れませんので、原発反対派の方のこういった類のものはですね、東電福島の事故が起こった後にですね、また爆発するぞ、大変だっていうのが随分ありまして、私のところにはまあ3ヶ月から半年おきぐらいにですね、非常に心配された方からメールが来ます。私がそれで状態を見て計算なんかしまして、いや、どうも違うなと。ということで、まあ、多分ご安心になっていいですよってことが、この4年間でもう10回ぐらいありましたね。もちろん福島が爆発する可能性はゼロではありませんけども、東電福島がですね。爆発しても2011年のあの爆発とはもう全然原発の中の放射性物質の量とか発熱などが違いますから、この爆発するぞとか危険だぞっていうことはまあ別にそれはそれでいいんですけども、ちょっと表現が間違ってるわけですね。で、そのうち実は原発反対派の専門家、原発の専門家も実はおられるんですよ。まあそういうことがあって、まあ原発の専門家でない人が間違ってる場合もあるんですね。で、ちょうどこれは政府が嘘をついて3億6000万円の赤字が出るよと言ったと同じように、もうそんな大きな爆発をする機会がないのに、まあ、人を怯えさせようとする目的を持ったものだと、まあ、いうことになりますね。だ非常に残念だと思うんですよ。つまり何のために私たちが原発のことを議論してるかっていうと、日本の将来とか子供の未来にとってとても大切だから我々が議論してるんであって、それを大人が自分の都合で嘘を言ったり、混乱するようなことを言ってもですね、あんまり何のために行動してるのかと思うぐらいなんですね。ですから、まあちょっとこの話を2つ出したのは、政府や専門家の方もですね、原発推進派の方も、嘘とか、それからもう嘘とは言えないって言うんですよ、必ず。だってとりあえず3兆6千億円の赤字が出るじゃないかと。それはそうだと。だけど電気を売ってしまえばそれ全部帳消しになるでしょ。まあ、それはそうなんですけど、とりあえずってそういうことを言ってたら議論が混乱するだけなんですよね。もちろん原発を停止している損がどのくらいだと。原発を停止するためには損が出ますからね。それは燃料を買うものは電気になりますから、これは損の方に回りませんが、原発を止めてる方はですね、原発という施設を持ってて、しかもそれ管理しなきゃいけなくて、それから従業員もいますからね。それはまあある程度は一生懸命火力発電所の方に転勤させても、やっぱりそこの損が出ますね。そっちの損を計算して原発を止めたらこのくらい損が出るっていうのは、それはまともな話なんですよね。だけど買った燃料だけが貿易赤字になる、そんなことはもうありえないんで、まあ、こういうような嘘をやっぱり双方ともつくと、まあ、いうことがむしろみんなを動揺させたり議論を混乱させ、まあ、日本の未来の方にプラスに議論させようっていうのもですね、やっぱいけない。やっぱり私はね、日本の今までの発展とか、日本が世界でまあ尊敬されてきたっていうのは、やっぱり日本人の誠実性だと思うんですよ。この誠実性っていうのはですね、言い訳ができればいいっていうんじゃないんですね。言い訳ができるんじゃなくて、
正々堂々としたものしか言わないということが、やっぱりこういう難しい議論には必要で、それこそが日本の発展のもとになってきたんだと思うんですね。やっぱり日本の発展は誠実だってことでしょうね。